どうも勇者です。さあ、予告していました通りミッション行きたいと思います。昨日の今日というか、もう今日、日付は同日なんですが、まあやれることを全てやってメンバーのレベルを確保できたと、判断してぶっ込みたいと思います。まあ何よりも強い味方レインズのバーストがありますので、それを使っていくということで、さあ、メンバーを紹介しましょう。このような感じになっております。ライトニングレベル52、スノーがレベル81、スノーだけちょっと上がってたんですよ。スノーがレベル81。で、ホープがレベル57。で、レインズが、65。で、バニラが50。ぴったり。と。まあ、このような状態ですね。そして必殺を持ってるのはスノー。で、ホープ。で、レインズなんですけど、まあ、ホープの必殺はもう実質は使えない、使わないつもりです。ここにも一応共通入れとこうかな。エスターアームをね。まあ、できることは全てやっておこうと。で、スノーが、まあ、超必殺を持ってるんで、まあ、超必殺を使って、超必殺プラス、まあ、この構えるで、超必殺が構えるんですけど、で、引き付けで、とりあえず、まあ、物理をなるべく引き付けてもらって、で、もうその間にレインズでも速攻で肩をつけるという作戦でいこうかなと思います。スノーの必殺はそれなりにダメージは入ると思うんですよね。ただ、まあ、いろいろ、難点も多くて、まず回復薬の HP が少ない。HP を上げるアクセサリーをつけてます。で、あとはライトニングの弾道がどんだけ入るかみたいな感じですかね。じゃあ行きましょうか。とりあえずマスクリを狙うわけではないので、もうクリアを狙っていきます。で、ヘイスト薬が誰もいませんので、守護神借ります。未だに守護神を借りていますが、守護神がさっき見てたら、どなたかおられたので、確認はしてありますので、ちょっと探します。何でもいいと思うんですけど、ヘイスガが入るものであれば、鉄壁じゃなくても大丈夫そうだっていうことは、前回やった時に分かったんで、ただ、まあ、デステルで剥がされた時の保険として、一応、防御力アップしてるといいかなと思って、それを選びたいと思いますって言ってもいないな。あれ、さっき誰かおられたと思ったんですが、これ用意しときないのでなかなか難しいんですけど、一度でもおられたらおそらく出てくる。まあ、あれですね、逆にその、なんていうんですかね、もっと攻めるっていう、その、こちらもメタモルフォーゼ、フレンドもメタモルフォーゼにして、誰か魔法、のやつでもう二重で攻めるっていうのもありかなと思うんですけど、あと、まあまあ、いたいた、アイギスさんいた。あれも思ったんですよ。考えたのは、スノーで、まあ、玉ねぎをフレンドさんに借りて、スノーの追加切りで攻めるっていうのも考えたんですけど、まあ、あんまりまあ、その、スノーもレベル上がりきってるわけじゃないんで、有効ではないかなと思って、まあまあこっち守りながらのアタッカーはもうレインズにお任せするという感じの方がいいかなという感じで今ここに至ります。では行きましょう。2で行きますね。さあ、体感的にそんなに強くないと本当に判断していますので、ここはね、意外といけるんじゃないかと踏んでます。もう速攻で入れます。ダメージ結構入るんですよね。で、自分でもう一回魔力アップもできますし、ガンガンに一人で魔力が上げられるんで、そんなに他の人の協力がいらないっていうのもこのレインズのいいところですね。助けがいらないという。さあ、もう早速行きましょう。ダークメタモルフォーゼ。まあまあ、スノーはこんなもんなんですよ。属性攻撃になっちゃうんで、軽減されてしまうんですね、これね。
まあ、予想通りですけどね。でもあのあっちの必殺は無属性なんでそれなりに入ると思います。そっちに関してはあれは結構ね威力自体が高かったと思うんですよね。名前忘れましたけど、よし、いいダメージ。キンキンキンって言ってる。デスペルどの辺でしてきたっけな。半分ぐらいのところでしてきたかな。あ、ライアクロス結構入りますね。いいね。よし、魂の残滓。難しい感じやの。どっちで行こう。ライアクロス引きつけてるからゲージは溜まると思うけど、わあ強っ。もうこの時点でカンストしてるな。実は初めて使うと。まあ、あのた、あ、あっちでは、経験値ダンジョンというか、今の周回ダンジョンではもちろん使ってるんですけど、レベル上げるために。そっちはルインガしか打たせてないんで、実際バーストこれ初めてですね。威力をまざまざと見せつけてやる。まとってないのに、この威力。うわ、強いなぁ。これ闇レコマテとかつけたらもう本当に強いんじゃないですか、これ。強いとは聞いてましたが。強いね。すげえ、もうここまで削れてるわ。ランド入れ。そして即時で動いていけると。これめちゃくちゃ強いな。なんかゼルの魔法版なんですけど、まあ、立ち位置としては。感覚としては自分の。でも、全然ゼルより強いな。魔法が強いですからね。めちゃくちゃ強いな、これ。あんまり好きじゃないですけど、その表現。ちょっと壊れ技と言ってもいいんじゃないかというレベル。おー、いいね。いいね、いいね。っていうか、倒せる、多分。いけるな、これ。いけますね。リベンジチャージ。これ、リベンジチャージ。これが割と多分ね、ダメージ入るんで。さあ、まずはヘイストをもう一回入れ直す。いや、もう、いけるんじゃないか。バイオが、やばい！ああ、やべ！これは、ここで落とされるわけにはいかんぞ。ここで落とされるわけにはいかん。リベンジチャージ。これ結構ダメージ入れ。入れ。よし !7000! よし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 、ちょっと全体回復しましょう。レインズもう1ターンいけるのかな。いけない。ドレッドヒール。回復。よし、強いこれ。ドレッドヒール1個精錬して4にしたんですけど、強いわー。めちゃくちゃ強えやん。いけますね、これ。完全に。アポトーシス、大丈夫。ほっ、ほっ。もう一回ドレッドヒール打つか。よし、ドレッドヒール。応急処置。ドレッドヒール頼みやな。あと一発。あと一発でいける。レーザー。嫌なところ来た！くっ。嫌なとこ来たー。どうするどうする。ドレッドヒールでいくか、バーストドレッドヒールでいこうか。多分そっちの方が早いでしょ、一瞬でも。うわーもう、うわーもう、すげえ狙ってくるやんか。やめろや。どんどん。よしよし、完勝やな。これは、完勝ですね。よかった。いや、もうこれクリアできなかったら、ラッキーガチャ引こうと思ってたんですよ。実は。もう一つ残してるラッキーガチャを。でもこれで引く必要がなくなった。はい。フェスの方に回せますね。やったね。よっしゃ。OK。OK。OK。はい、無事ミッションもクリアできました。
レインズ素晴らしい、はい、ということで見ていただいてありがとうございました。